皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日のゲストは、サンフランシスコ在住のラリーさんです。ラリーさんは以前、私のライティングチャレンジにも参加してくれました。2010年、当時39歳だったラリーさんは、ゼロから日本語を学び始めたそうです。今日は、そのラリーさんの日本語学習の旅について、いろいろ聞いていきたいと思います。それでは、ラリーさん。 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。改めまして、もう一度、明けまして、おめでとうございます。はい。明けまして、おめでとうございますうん。ラリーさん、年末年始はどうだったのゆっくり過ごせた僕は、あの、クリスマスイーブに、あの、友達を誘って、家で食事をしました。<ー>そして、大晦日は、 友達の家に行って、うんうん、はい、あの、お酒を飲んだり、うんうん、食事をしたりして、はい、過ごしました。はい、はい、そして、その間、ずっと家に行って、あの、YouTube とか、うん、ネットフレックスとか、はい、ずっと見ていました。うんはい、あのあ、いいんじゃないはい、実はね、あ,あの、もで、うん、先生は、あの、ネットフレックスが、あの、ありますね。 ありますよ、ネットフリックス大好き。はい、<laughs> はい。今はあの、国のアリスを見ましたかまだね、実は私まだシーズン1を見てなくて。あ、そうですか。の、先週末、シーズン1のエピソード1を見たところです。ああ、そうですか。好きですかはい、私今の、まあ、一つだけだけど、今のところ。はい、続けて見てみようと思ってます。あ、はい,はいはい。もう全部見たああ、全部見ました。はい。 どうだったどうだったうん。好きだったのはい。2年、二年前に、はい。あの、第1シーズンを見ました。そして、はい。クリスマスに第2シーズンを、あの、もう見ました。あ全部見ちゃったんですね。はいはいはい。好きです。ああ、よかったよかった。いいですね。じゃそれはとてもいいね。リラックスしながら、まあ、日本語のコンテンツを見ていました。はい、そうですね。はい。のりこ先生は、日本に、 いましたらですね。そうなんですよ。私本当にね、三週間。四年半ぶりに日本に行ってきました。うん、そうですね。<ー> <laughs> 私は実はね、あのインスタで、あの。ロ、うん、イホ先生とわかね先生。うん、そして、あの。 はるか先生。そうなんです。と、会いましたよね。もうラッキー、ラッキーですよね。<laughs> 私、ラッキーでした。本当に幸せ者で。ね、あの、ちょっとタイミングが良くって、二人の先生とね、お会いすることができたんです。はい、もちろん、てっぺ先生も会いましたね。うんうん、そ,うそう、あ、写真見てくれてありがとう。そうなんですよ。面白いね。そういう、つながりがね。そうですね。<laughs> うん、いや これね、あの、本当にその通りで、ね、私もその、ポッドキャストをされてる先生方と、まあ、コラボレーションをよくしてもらってるんだけど、ラリーさんも同じくいろいろな先生のポッドキャストを聞いてるよねそうですね。はい。実はね、ポッドキャストを聞き始めたのは、多分、実は2年前でした。はい。2>, 2年前でした。その前に、あの、実は全然、あの、 聞いていませんでした。うん、いや私もね、<laughs> まあそのぐらいに始めたから、ね、で、それよりも前に始めてたのはやっぱり哲平先生だと思うんだけど、うん、でも、はい、ま、たくさん聞いてくれてありがとうっていうことなんですが、じゃあ、あの、ラリーさん、まずは、これみんなが知りたい質問、はい、いつも同じ質問なんだけど、<laughs> ラリーさんが日本語の勉強を始めたきっかけそれはね、うん、あの、やっぱり、 旅行なんです<あ>。<laughs> そっか、日本に行きました。<laughs> そうですね。あの、2010年の頃、うん、実は2009年、2009年の冬、北海道に行きました。冬の北海道。はい。そ雪が、雪が好きです。<あ>はい。はい。そ,そ,そして、美瑛というところに行って。行ったことない、私。はい。 本当に綺麗でした。はい。え、でももう雪、雪ですね、ずっと。はい、ずっと雪です。はい。一面ずっとって言い方変ですけど、一面ずっと雪ですね。そうです。はい。そして、あの、あそこで、あの、旅館に泊まりました。はい。そしてね、その旅館の女は、あの、写真ツアーうん。写真ツアーを行って、 で、うん、あの、私も、あの、参加しました。あなるほど。はい。そして、あの、オーナーさんは、あの、車で、あの、美瑛、うん、名称、巡り、という感じですね。うん、うんうんうん。はい。そして、あの、私と、あの、他の三人の日本人、一緒に、うん、そのツアーを、 あの、その、ツアに参加しました。<ー>はい。もちろん、あの、日本、あの、その日本人同士で、あの、うん、盛り上がりましたね <laughs>。そうね。その、その人たちはね。<laughs> そ,うそうですね。あの私は全然、<laughs> あの、あの時は全然、日本語がわからなかったんです。うん、はい。そしてあ、あれあとは、あの、うん、日本語が話せばよかったと、 思っています。そうなんだ。<あ>じゃあ、もしその時に、ねはい、話せたら、もっと違う経験になってたんだろうなと思った、それがきっかけってことかなそうですね。そして、アメリカに帰った後、うんうん、はい、あの、近くの、家の近くの短大に入って、うん、はい、初めて。 あの、日本語を勉強しました。そっか。だから、その時が39歳ということなんだね。39歳でした。わはい。でこ、それから、もう本当に日本語の勉強もう長くなってきたじゃないそうですね。あの、まあ、私は IT 企業で働いていましたけど、そして、うして、そうですね。あの、夜は、はい、あの、短大に、 を受けましたじゃあ最初の頃は、まあ、その学校に通って、まあ、夜ねであの授業を取って日本語の勉強それがまあ初級の時ですねでもその後はどういうふうに勉強のやり方が変わっていったんですかです、ね、はい最初は短大に入って授業を受けましたそしてあのそれは多分最初の1年でしたそして、うん 翌年はサンフランシスコの日本語学校に通っていました。サンフランシスコに日本語学校がやっぱりあるんですね。はい。名前は総工学園です。今もあります。あ、そうなんだ。そして、あそこである日本語先生に出会って、 あの、もう、多分、2年間、はい、二年間、通っていました。そして、あそこの先生に、あの、聞いて、うんうん、はい、あの、プライベートレッスンはどうですかって、聞いて、はい、そして、あの、先生のご主人の紹介してくれました。 そっかそっか。そなり日本人の方だったんですかはい。先生のご主人も日本人で、じゃあそのご主人がプライベートリスンの先生になったっていうことそうですね。面白い。はい、ずっと、あの、ある先生のご主人と、はい、あの、もう10年ですね。はい、もう、はい。前、週に回、週に1回。今も今も 今も週に一回会います,いすごいもうそれってもう今の時点だったらもうなんかお友達みたいになってるんじゃないはいそうですね,ね実は <laughs> あのうん、うん、実はね多分5年前に、うん、あのもうあの友達うん。というかなんかよく気の知れた仲間というかわからないそのうまく説明できないけど。週にあの あの、従業の、うん、あの、以外、うん、会うことがないんですけど。ああ、そっかそっか。でもで、やっぱり、授業という感じで会うんですね。はい。でも、話しているときは、あの、今は、あの、ちょっと深い話題を、はい、話しています。それがやっぱり、この長,長い時間かけた、まあ、その、少しずつ上達した、 証拠というか、やっぱり日本語で、ちょっと深い話ができるようになると、ね、随分話の幅が広がるじゃないですか。そうですね。うん、はい、はい、はい。仕事とか、人生とか。とか、悩んでることとかね。はい、なんでいろんなこと,と。そうですね。はい、はい。ああ、それはいい出会いがありましたね。ああ、そうですね <laughs>、うん。先生とね、縁です。これ <laughs>、はい、も縁ですから。うん、うん、はい。実はね、あの、日本語の先生との、あの、 あの、どうですかロリ、あの、ロリコ先生も含めて、うん、はい。不思議な出会い。感じますそ。そうですね。本当 <laughs> ね。私もそう思います。で、意外と、その、私とラリーさんは、ライティングチャレンジと、あと私のポッドキャストでつながってるけど、で、もちろんラリーさんは、他のあかね先生とか、ハルカ先生とも、いろいろなルートでつながっていて、で、先生同士も結構つながっていて、意外となんか、 小さいコミュニティなんですよね意外と、ね、そうそうですね。うんうんうん、でみんな温かいというか、いいグループというかね。うん。そうですね。ああ、それはいいですね。わかりました。え、じゃあ、ラリーさん、まあ、12年ね、長く勉強していて、やっぱりなんかさ、モチベーションが上がったり下がったり、上がったり下がったりするじゃないう,、ね、<laughs> うん。どうやってこ、こう、こうまで長く続けることができたのかな そうですね。あの、私も、あの、実は私、私にもわからないです。でもね、うん、あの、実は多分、最初は、はい、一番むずか難しい時期だと思います。あ,あの、うん、最初はね、本当に、あの、日本語の勉強は、ちょっとつまらなかったんですね。<あ>あ<の>本当にはい、うん、あの、単語は、あの、 少ないですね。覚えている、知ってる単語ってことね。はい。そして、あの、読む、あの、例えば、あの、ニュースの記事とか、うんうん、あの、ネットで、あの、日本語を読むのは、あの、無理ですね。無理でしたね。そうね。あの、10年前ね。年はい、12年前はね。最から。そうそう。インターネットのコンテンツ少なかったと思います、はい、その時は。うん、はい。実はね、その、 多分、最初の三年間、うん、最初の3年間、私、丹大とそのサンフランシスコにある、うん、あの、日本語学校に通っていた時は、うん、多分、最も大事な時期だと思います。うん、その時をあの乗り越えて、実は、日本語の勉強は楽になりました。うん、はい。あの、 今の先生と出会って、あの、実は初めて、あの、日本語だけ話して、うんうん、日本語だけの教科書を使って、うん、それはね、多分、あの、あの時は、あの、本当に、あの、本当に日本語を勉強し始めたんです。うん、そう思った時です、ねはい、最初の3年は、うその、なんていうか、その、 基本的な文法とか、うんうん、基本的な単語を学んで、うん、はい。そして、あの、何もできなかったです。何もできない。本当に何もできなかったです。はい、いや、でもすごく共感できますね。はい、なんか、はい、あの、やっぱり、まあ、相対的に考えて、ね、その語学学習、どの言語でも、初級の人の数がもちろん多い。みんなやってみる。始めてみる、ね、そうですよね。 でもそこからどんどんこうピラミッドの上に上がっていくときに、どん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 人数がやっぱり少なくなっていくんですよね。で、やっぱり初級で、この、その壁を乗り越えた人だけがもちろん中級に行くわけで、でもその中級に行けないままやめちゃう人が本当に多い、はい。そうですね。うん、はい。はい。私は、あの、その3年間はずっと勉強して、あの、例えば、あの、会社に あの、通勤したときはね、はい、ずっと、その、CD を聞いて、そうね、シャドウイングをしていました。お<ー>はい。地道にコツコツやってたわけですよね。はい、そうですね。うん、本当に、あの、つまらなかったんです。本当に。うんうん、はい、あの、繰り返して、あの、うん、同じ回は、あの、何回も何回も繰り返して、聞いて、うん、シャドウイングをして、はい、その壁を、あの、乗り、あの、一旦乗り、 帰ると。そうそう。あの、楽、本当に楽になりました。そういうことですね。だからそこで、まあ、あの、諦めずに頑張ったからこそ、次のステージに上がれて、そして、そうです。今でこそ、いろんな先生と自由に深い話ができるように。はい、いうそうですね。い<や>は,いはい。これはもう本当に達成感を感じてるんじゃない今。もう本当に、コミュニケーション不思議ですね。<laughs> 不思議な感じ <laughs> あの、実はね、最初は、あの、ちょっと、 あの、仕事が、あの、忙しくなかったんです。うんうん、そして、あの、日本語を、あの、勉強し始めて、うん、あの、最初は、本当に、あの、1年間、2年間、もう、あの、辞 <laughs> めるかもしれない感じで。はい。でも、あの、多分ね、私の場合は、あの、日本の文化に興味があって、うんうん、そして、日本の、 あの、俳優さんと、うん、あの、好きな、あの、歌手、うんうん、やあの、いて、うん、そして、あの、その、計測が、うん、あの、できました。 それもすごく大切なポイントですね。やっぱり言語が興味があるっていうのもすごい大切なんですけど、ね、日本語ね、だけ。でもやっぱりその、それを取り巻く文化とか、ね、そねその歌手でも映画でも本でも、そういうことも好きだと多分もっともっと勉強しようかなって思いますよね。はい,は,いはい、はい。はい。あの、僕は香港出身で、うん、あの、私はあの、今、日本に住んでいる、うん、あの、歌手。 アクナス・チャンさん。アクナス・チャンさん。って、はい、知ていましもちろん、もちろん。はい、はい。ちょっと私の世代ですね。はい、はい、アクナス・チャン。いや、とても言う、まあ、今でももちろんね、あの知られているけど、当時もとても人気があったね方です、もちろん。はい、そうですね。あ、そして、あの、アクナス・チャンさんは、あの、毎日、毎日、あの、ワークを書いています、みたいです。 あ、今もはい、今も。はい、実はね、一日何回も、あの、ブロックを、日本語、日本語で。日本語で。はい、簡単な日本語で。はい、本当に役に、あの、立ちました。でも最そうもうのもね、いいね。インスピレーションになるね。そうですね。はい、そして、あの、あの時、私は、あの、アクナス・チャンさんに、あの、フォローして、はい、毎日毎日、 あの、ブロックを、あの、読んでいました。うんうん、面白い、面白い。ええー、はい、面白い話し合わせてくれてありがとう。でね、もう一つ、あの、本当にラリーさんと話したい、まあ、テーマがあって、年齢と語学の勉強。ね。あ<ー>あ、そうですか、ね、このトピックは、あかね先生もご自身のポッドキャストでね、あの、最近ちょっとエピソードにされていたのをちょっと聞いたんですけど、まあ、あれは多分ラリーさんのことだったと思うんだけど、<laughs> <laughs> そうですね。<laughs> うんうん。あの、 私も、あの、もうすぐ50歳になるんですけど、もうすぐ50歳。<laughs> あの、3年前に韓国語の勉強を始めましたね。だから本当に遅く始めたと思うんだけど、はい、でも、年齢は本当に関係ないと思っている方なんです。まあラリンさんもそうですよね。そう思ってる。はい。あの、うん、よく言われていましたね。うん、あの、あの、もし、あの、6歳になると、もう、あの、新しい言語が、あの、 もう、あの、できない。<laughs> できない。とか、まあ、はい、そうね。6歳。6歳です、ね。六歳,、はい、歳の後は、全然、うあの、英語は、はい。英語は、あの、無,無縁ですね。<laughs> <ー>でも、あの、なんていうか、あの、深く考えると、あの、僕の場合は、あの、うん、なんていうか、 あの、実は30歳の時、あの、一度、フランス語を、うん、はい、あの、うん、勉強したかったんです。あ、そうなんだ。はい。うんうん、でも、失敗しました。失敗しました。はい、失敗しました。うん、そして、39歳、また、あの、自分に挑戦して、日本語を、うん、あの、勉強し、始めました。うん、そして、うん、今、ちょっと考えると、あの、年齢はもちろん、 あの、私にとっては、年齢は、あの、問題じゃないと思います。うんうん、あの、でも、あの、日本語は、ちょっと特別な言語なんですけど、<ー>あの、私は香港出身で、うんはい、あの、中国語が分かっています。うん、そして、あの、少なくとも日本語を勉強したときは、 あの、漢字の方は勉強しなくてもいい。<laughs> それは大きいですね。うん、それは大きいメリットですね。うん、そうですね。うん、はい、はい。でもね、本当に、あの、例年齢は問題じゃないと思います。あの、実は、あの、私は、その、最初の目標は、旅行です。 旅行、あの、日本に旅行したときは、日本語が、ちょっと、日本語が話せばいいと思います。うんうん、あの、そんなに、あの、今、あの、のり先生と、あの、本当に自然の会話で話しているのは、あの、多分十13年前に、想像できないです。そうだね。はい いやーでも、諦めないで頑張ってくれたおかげで、今、私はこんな楽しい会話ができてて、嬉しい。<laughs> はい。実はね、うん、私はちょっと考えると、あの言語はねあの、習慣です。うん、習慣ですね。いやー、これは、まはい、名言ですね。うんうん、はい。そ,ね、そして、あの、鉄平先生もあの言いましたね。うん、あの、 あのルーティンですね、はい、そしてね私はあのずっとその13年間あの毎日毎日勉強してきました。それはあの例えば私、丹大の,の友達とか、うん、日本の学校の友達とかねあの週にあの例えば週末、週末だけ、うん あの、あ<ー>3時間4時間。ちょっとだけ、ね。うん、はい、ちょっとだけ勉強しています。と,まとめてとかね。うん、はいはい。私は、それよりも、毎日毎日、あの、20分,20分でも、30分でも、いいと思います。少しずつ、毎日毎日勉強している、ね、あの、した方がいいと思います。そすね。で、それが習慣になって、続けることで、長く、やっぱりいけるということですね。すねはい。はい。そして大事なのは、 あの、日本語で興味があることを、うんうん、はい、あの、例えば、あの、私は、例えば、あの、日本の、あの、なんていうか、あの、俳優歌手さん。<手>うん、はい、うん、日本語の歌が好きで、うん、あの、日本語で、うん、あの、記事を読んで、うん、日本語で YouTube を見て、 うん、はい。それは大事だと思います。本当その通りですね。は経、い、験ね。いいあのアドバイスを今いただきました。ありがとう。うん。はい、じゃあさラリーさん、あのー、次の質問というか、まあ、まとめに入っていくんですけど、まあ、2023年になったじゃないですか。ね、今年、ね、ラリーさん、まあ、もちろん今年も毎日コツ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 日本語の勉強を続けていくと思うんだけど、何か、まあ、夢とか目標とかありますか そうですね。実は、あの、2年前に、あの、JLPT N2 を受けました。そして、あの、去年の1月、はい、あの、合格しました。そして、あの、去年、あの、12月、実は、あの、前の。そうね、先月ですね。はい、前月ですね。はい、はい。あの、N1 を、あの、受けました。挑戦しました。はい。あの、今はね、 あの、うんちょっと、本当に、あの、真剣で、真剣に、あの、日本に、あの、留学することに、はい、考えています。すごい、そうか、はい。はい、でもね、あの、これはね、うん、本当に <laughs>、考え、<laughs> <の>考え始めたって感じですね。考えて始めたんです。んうんうん、はい、でも、うんうん、はい、はい、あの、 これはね、あの、日本語の勉強とちょっと違い、あの、ちょっと違って、うんうん、あの、年齢は、あの、問題になるかもしれない。<laughs> いや、これは私すごい共感できる。ね、なんか、そうなんですよね。やっぱ海外旅行とか海外に住むって、ね、若い時の勢いと、まあ、私のジェネレーションだと、やっぱちょっと違うんですよね。ただ、私思うのは、 私たち、まああの、私はまあ本当にもうすぐ50歳だけど、このジェネレーションだからこそ、経験を積んできたからこそ、なんか、改めて深く勉強し直せると思うから、<laughs> いい、いいと思いますよ。<laughs> うんうんうん。ね、はい。でも本当に私は、あの、日本に、うん、あの、住みたいです。ああ、はい。はい。でもね、あの、 多分、2年間、3年間。はい。ね。はちょっと期間を決めてってことでしょいはい。いいと思います。そして今、ちょっと、その、留学の道。はい。ちょっと考えています。はい。ぜひぜひね、ちょっと研究して調べて。ね。ま実現できるといいなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい。じゃあ、ラリーさん、最後になりました。 まあ、たくさんね、今日本当にいいアドバイスが出てきたんだけれども、まあ、まとめということで、この私のポッドキャストを聞いてくださっている皆さんに何か励ましのメッセージと言いますか、あの、ぜひ、はい、お願いします。はい、実はね、あの、私はずっと13年間、あの、日本語を勉強し、あの、勉強してきたんですけど、あの、例えば、あの、近年ね、あの、YouTube を見てよく、あの、 一年勉強した後、すぐ JLPTN1 をあの受けて合格あのした人が多かったですね。ありますね、<の>そういう動画ね。動画を見て、あの正直、はい自分、自分に、はい、ちょっとがっかり していますあ<ー>。ああ、そっか。ね、なぜ、なぜ13年間も撮っているんですね。はい。でもね、あの、私は考えると、あの、他の人と比べ、比べることじゃなくて、あの、自分と比べた方がいいと思います。うん、あの、前に言ったんですけど、うん、あの、13年、 前の僕は、あの、今のように、のりこ先生と話していることは、想像できなかったんです、本当に。うん、はい。ちょっと不思議、その13年間ずっと、あの、不思議な、あの、ことだったんです。うんうん、はい。不思議な出会いもいっぱいでした。はい。はい、はい。はい。そして、あの、少しずつ、 勉強したら、ずっと、あの、上達に、うん、あのなります。うん、それを信じています。綺麗、はあ、にまとまりました。いや、感動しました。ありがとう、ラリーさん。はい、本当に。はい、は,はい、ありがとうございます。私も本当にその通りだと思います。比べない、比べない。ね、自分自身の旅ですから。ねうん、はい、自分と比べて、うん、はい、あの、一年前の僕は、うん あの、例えば、あの、あ、日本語がわからない。全然わからない。うん、そして今は、あの、ちょっとずつ日本語が話せる。うん、それは、あの、モチベーションとして、うんうん、あの、計測することができます。そうですね。うわーありがとう。ラリーさん、今年いい年に、今年もかな今年もいい年にしてくださいね。ありがとうございます。頑張りましょう。 はい。今年もよろしくお願いします。はい。こちらこそ。じゃあ今日はここまでです。皆さん本当にいいエピソードになったと思う。ラリーさん、ありがとうございました。はい。こちらこそありがとうございます。はいじゃあまた何か機会があればね、またぜひメールなり、ね、連絡してください。はい。はい。じゃあまた話しましょう。はい。また話しましょう。